COP21 パリ会場から小西雅子です。今夜の11時、ようやくさっき交渉が一段落したところです。私たちももうなんか目の下にクマができている感じです。でもいよいよ先週のこの草案ですね、それが閣僚級会合に上がって交渉が始まっています。もうCOPでは非常に異例なことに、昨日の日曜日の夕方からすでにこの閣僚級会合が開かれているんですね。で今日も一日ずっと開かれていまして、で先ほど夜7時から今それぞれ分かれた分科会の中からそれを議長をしているそれぞれの国の大臣から報告がありました。今このグループではここぐらいまで話し合いが進んだ、このグループではまだまだみたいな、そういったことが話し合われました。で本当はこのままだとフランスのホスト国の議長は明日今度はテキストに文章に落とした形で交渉をして、で水曜日にはいよいよパリの合意文書の草案を見せたいと言っていました。これフランス議長国もしこのまま行くと非常にプロセスとしてはこううまく動かしてるんだなって気がするんですけれども、思惑通り行くかどうか、今日また裏で夜を徹して交渉が行われています。